NHK をぶっ壊す。 NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。まずね、年金って何かって言ったら、これは保険なんですよ。中田敦君が言ってましたけど、何の保険かって言ったら長生きした時の保険です。年金ってその生活するためっていうよりも、75歳とか80歳以上生きていったら働けない期間がどんどん増えていくわけですよ。長生きした時に必要なものが保険なんですよ、年金なんですよ。で、生活保護っていうのはもちろんその生活するための最低限のラインなので、ちょっと元々がどうも違うんですよ。もともと生活保護は昔からあって、年金は昭和36年から始まってるんですよ。意外でしょ。昭和20年に戦争を負けて、そっから生活保護あるんですよ。その後国民年金って昭和36年からスタートしてるんですよ。それからだから年金ってだからなくてもいいんですよ、簡単に言うと。生活保護プラスアルファみたいな感じっていうかが年金です。だからある程度豊かに生きていく人には年金入れるって感じで、生活保護に関してはもうだってもらうからじゃなくて、もらえるからチャンスがある。俺も生活保護制度がなかったらこんな絶対しない。生活保護になればいいという安心感があるから会社を起業したり選挙に出るわけであって、生活保護っていうのはもらってる人がだけが利益を受けてるわけじゃないっていうことなんですよ。